伊達騒動の中心、伊達昭の館のあった宮城県白石市の郊外、蔵王山のふもとに八代部落があります。ここは東北でも最も古い形のこけし作りが今も残っています。こけしはもともと生地屋と呼ばれたお椀作りの職人が作った子供のおもちゃ、東北の特産品です。生地屋の先祖は遠く平安時代に遡り、門徳天皇の王子惟高親王と言われています。ニュートンはリンゴの落ちるのを見て引力を発見しましたが、親王はどんぐりの実の落ちるのを見てお椀作りと人形作りを考え出したと言われています。その惟高親王を祀る神社の近くに新山久志さんの仕事場があります。息子さんは頭作り専門、今年24歳ですが、幼い頃からの押し込みでもう立派な工人さんです。矢城のこけしは頭の方に穴が開いていて、そこに銅をはめ込むことになっています。久志さんは新山家の6代目、こけし作り40年以上の実績があります。縦型のろくろを回しての胴体作りは久志さんの仕事。矢城のこけしは荒削りの中に素朴な山村の息吹を感じさせるところに特色があります。それだけに胴体の衣装も直線的な簡素なもの。顔作りも久志さんの仕事。大ぶりにのどかな道女の面影が見事に描かれます。トントンと頭を胴体にはめ込んで出来上がり。矢城には今9人の工人がいますが、美術工芸品として蔵の中にしまわれてしまうことなく、子供にも大人にも愛されるおもちゃとしてのこけしを作るのだと、毎日を精魂込めているように思われました。